柳谷三之助は落語協会所属の落語家。十代目柳谷小三治の九番目の弟子。千葉県銚子市出身。出生地は東京都江東区。本名は溝口博之。血液型大型。一貫して帰宅部、文化部畑を歩む。小学校では気学部、中学校では吹奏楽部、高校時代には吹奏楽部を掛け持ちしながら、 演劇部に所属し、長く休眠状態だった道部を2年連続県大会出場へと導いたが、県大会にてそのレベルの違いに愕然とする。小学生時代に水泳部と駅伝部に所属したことがあるが、公式の記録からは抹消されているようである。大学入学と同時に、新聞小学生として2年間の経験を積むが、通常の学生のようなサークル活動が不可能であったために、 主に飲酒と感激、寄せ見物などの活動に力を入れる。大学生活の後半2年は DTP オペレーターとして出力センターでアルバイトをしながら生計を立てる。この頃覚えたデザインや印刷、製版の知識を活かし、現在自身のものだけでなく、多数の落語界のチラシその他の広告制作を手掛けている。兄弟子に優秀な人材が多数おり、これは 真似ができないと、早々に諦めながらもなんとか、前座修行を乗り切る。その諦めが、ずうずうしさに変質してきたのもこの頃である。木の国や寄せ TBS 落語研究会などのホール落語のほか日本演芸若手県政会の前座を務める。日目昇進後は、各地での落語会、寄せへの出演を精力的に行う。基本的には、 古典落語の演じ手ではあるが、2013年1月8日に、ポッドキャストのリスナーと勢いで約束してしまった、新作落語の上演を強行した。演目は、三遊亭天丼作の、巣鴨の噂で、それ以降新作落語を上演した形跡は、確認されていない。落語協会ホームページ副委員長として、約15年にわたりインターネットと落語会との、 関わり合い方を模索してきた。第1回の2000年から企画制作に関わり、2006年6月より、落語協会インターネット落語会のナビゲーターを、林やボタンらと共に務めた。2006年7月より、アットネットホーム会員専用コンテンツにおいて、落語などの動画コンテンツや、趣味の写真を添えた、コラムなどを発信する、柳谷三之助落語旅を開始。 その後2006年11月より、Yahoo インターネット検定において、落語2検定の企画、問題作成、公式テキストの執筆を行った。また、変わったところでは2012年に制定された、落語協会公認キャラクター、話科の企画にも参加した。いずれのコンテンツとも、落語を初めて聞く人への配慮がなされており、自分自身のアピールだけでなく、 インターネットという新しいメディアを使った新たな落語ファンの獲得を試みている。2015年3月末日に落語協会の方針変更により落語協会ホームページの運営任務を辞する。その他、落語協会の公式行事となった縁朝祭りの実行委員として広報活動20時、若手につ目の会の広報活動なども得意のコンピュータを駆使して助力、 落語界全体の活性化に寄与すべく活動している。三之助とは電話よりメールやツイッターなどの SNS の方が早く連絡が取れるというのは落語ファン、寄せ関係者の常識である。2010年に調子シふるさと大使に任命される。2010年6月上席に鈴本演芸場にて取りを務める。新内昇進後から最短の記録である。 趣味の旅客気づきが講じて、平成18年1月25日に、オールフライト日本、平成20年10月24日にその続編となる ANA の女性たちオールフライト日本にを出版。プロのパイロットや整備士、CA などから引き出したマニアックな話を、誰にでも楽しめるようにまとめた内容が、インターネット上や各種雑誌にて評判を呼び、書店でのトークショーも、 各地で行われた。平成19年7月29日より、千葉県芝山町の航空科学博物館にて、本業の落語と、優しい航空の話を組み合わせた、航空寄せを毎年1回開催。平成21年8月29日から、定期会として、中部国際空港セントレアホールにて、セントレア寄せもスタートし、わざわざ、成田国際空港からセントレアまで、 飛行機で駆けつけるなど趣味と実益を兼ねた活動を広げている。ためたマイレージは主に地方公園の交通費を観客に負担させないための特典航空券取得のために使用してしまっている。本当は陸マイラーなのではないかという噂も根強い。2015年頃から熱心なファン、コヒー機のことをパックス、落語会のことと FLT と呼ぶようになったが、 言い出した本人も含め定着はしなかったようである。2004年に始まった自身の独演会、三之助を見たかいは、他の講演活動とは一線を画し、規模よりもその継続性や生の講座の醍醐味を伝えることに重きを置いている。また、その考え方に賛同した各地の落語ファンにより、三之助を見たかい因としてまずは札幌市から広がり始め、 現在では全国10カ所に増えている。この公演の特色は、スタッフが工業関係者、いわゆるプロではなく、地元の落語好きが独自に企画運営をしているので、出演者は同じでも各地で様々な特色のある落語会となっており、札幌のように東京と同じ開催頻度となっているものもある。また、三之助を見たかいから派生した。 独演会も群馬県高崎市、宮崎県日南市、福岡県糸島市など各地に生まれ、2016年、現在の最新のものとして、マレーシア・プタリンジャヤで、国内では、北海道与一町や愛知県名古屋市、鹿児島県鹿児島市でも、落語会を指導させている。初の海外公演としては2015年3月21日に、タンザニアダルエッサラームにて、 現地法人のための独演会がある。もうこれ以上は、スケジュールのことを考えても、開催箇所を増やすのは無理だと講座で公言しているが、その信憑性は低いと見るべきである。2014年8月にはこれまでのインターネットを用いた広報活動を一つにまとめ、顧客の利便性を向上させる目的で、スマホアプリを公開した。アプリ利用者だけのコンテンツや会員制度、 落語会の来場に応じたポイント付与など、遊び半分の中のごひいきさんとのつながりを重視した内容となっている。なお、アプリの開発と保守は宮崎県にて行われており、地方と地方の文化格差を根絶する、実現不可能と思われる夢の実現に向けて日々、試行錯誤する変吟が垣間見える。二つ目時代から寄せ林の笛吹きとして TBS 落語、研究会。 朝日名人会、ビクター落語会や寄席の疲労工行にて演奏。各種媒体での録音も多数ある。地方公演の際には、コミュニティ FM 等へも出演している。ありがとうございます。